寒い。FF 兄弟本舗3月再び蒲田川に来ております。今日スペシャルゲスト猿田さんです。ヤンカジです。いいねいいです。ベリーナイスです。ナイス。ヤンカジのヤンはヤングのでいいですか、ね、ヤングマヤングマって運転してるようですね。そう、53歳のヤングマンです。お、初めて年齢が分かりました。最長老、最長老、まあ解禁長考なんで、はい、テンション上がってます。寝てません。最長老に運転させて僕らはグーグー寝てました。吉田朝ごはんです。はい、だってし、はい、OK、 料金は400円。あ、見事。はい、はい、素晴らしい。これはマチュー、右マチュー、右マッチュー。いやいやいや、左、これで左のマッチュー、左のマッチュー、うん、はい。開幕を迎えるわけですが、意気込みお願いします。ちょっとバッティングがダメですね。何、妙にカメラを意識してるじゃないですか。いやいやいや、カメラ目線が必要かなと思って。全然照れとかないの。ないの。僕そっから上がって左を上がっていきます。じゃあね。苦労しました。何回か出たんですから、やっと復帰しました。蒲田の甘めです。時間は1時半。どうやらプライムタイムのようでライズがすごいです。結構いいヤマメが釣れましたね。23センチ4センチぐらいですかね。とっても綺麗なヤマメちゃんです。かなり満足度が高いですね。それではリリースしましょう。やっとカジヤンやりました。ヘイ、結構いい方じゃないですか。20センチぐらいですよ。オッケーオッケー。バラすなよ。でかいよ。イワナじゃない？でかいでかい。おお、イワナだ。尺だ。尺あるんじゃないか？でかいでかいでかい。大丈夫、かっちり口にかかった。あ、アント？よっしゃー。さあ、FF 兄弟本舗ザ・ムービーズ初の大物です。よいしょ。今まで何をやった、初でもないけどね。尺越えは初じゃないでしょうか。いやー、すごい。
抜きギリギリです。え100ギリギリ、半抜きに稼働してもらって、いやー、ヒレも綺麗ですね。うん、多分マジ、はい、ニマ、いやちょっと待って、ニマニマっとしてください。ニマ、あー、いや、すごい、ちょっと舐めるように、魚を取ります。舐めてくれ、舐めてくれ、舐めてくれ。うわー、海底ですな、でかい。海底出ましたね。え、メジャー出す？当然34ぐらいかい。あー、33ですね、うん、いいっすね。やりました、おめでとうございます。ありがとうございます。やっちゃいました。よかったね、よっちゃんです。すげえ綺麗、ヒレも、ついにライズを仕留めました。 F2 さんです。魚種は何でしょうか。イワナ、イワナっぽいと言ってます。あ、ヤマメの、ヤマメの模様が見えてますね。ヤマメでローリングして、この辺りに巻きつけ上げて。ああ、本当だ、つけ上げてます。はい、キャッ、え、イワナではありませんでした。渋いライズをようやく仕留めたようです。あれ、どこ行った？あ、これか。言わなかと思ったんですけど、やっと取れました。28cm、尺にはなかったですけど、かなり立派なヤマメちゃんです。泣き尺です、泣き尺です。よかったです、リリースします。疲れた、疲れた、よく遊んだね。よく遊びました。1時間半しか寝て上だ、上だ、疲れました。お疲れ様です。もうあから顔ですね、うん、温泉焼けさっきお風呂でケツ赤くなかったですね。いやいや、見た見た照れちゃうじゃん。要は満足です。どうですか、解禁。いやいや、解禁です。あ、もう感想、もう完璧です。もうこれだけ釣れたらどうしようかと。お、もうまた来ちゃうよと、うん、お断りです。大きいときは、ちょっとちょっとちょっと、ルールを忘れたのか、大丈夫。やっぱね、これ痛いってことは腰が悪いってことなのよ。でもなんか、もう やらないでくれとは言わないんだよね。やれと言わんばかりに。うつ伏せに寝てんだよ。あああ、うるさい。ああ、気持ちいい。バナナだったら気持ちいいね。ボザー層に泊まって2日目。おはようございます。今日も一日よろしくお願いします。はい、あ、降ってきた、できたね。何なんだよ、何なんだよって。いや、これはちょっと相当な不利だね。相当不利ですね、うん、温度7度です。お、あったかいですね。あったかいですね。まさにがまた日和。はい、 OK です。これもそうだけど、いい人が多いです。今日名古屋ナンバーですね。優しい釣り人が多いです。釣り人この方が2日目ものすげえ苦労しましたけど、やっと取れました。
木陰でございます。